まちゃんが来ました。あ結構映ってる、かわいいね。でも顔を全部は載せてくれない、やばい。何、ありがとうございます。ちょっと待ってね。OK OK。いらっしゃい、ごまちゃん。ごまちゃん、キャナミさん、そうめっちゃサラサラやねんな、ごまちゃんはね。麦はねふわふわ、この子めっちゃサラサラ。でも手買ってるさあさあすぎて、朝から今 見たわね、マジで可愛すぎ。うん、可愛いね。よくさ頑張ってるね、マジで頑張ってるよ、やばい。頑張らんとやばい。ごま子ちゃんちとりや、ごまはもう全然出てくれるよね。出てき映ってレアなのはもう豆レアって伝説になる。確か声か実際ライブのアーカイブ配信、あ夜なんや、夜にアーカイブがあるのね。今回で寝るって宮や、今日って何日、今日19か、じゃあ違うかも。休みが終わっちゃった。じゃあもうお仕事頑張ってくださいね。トリートメントしてる。猫はね何もしてない、みやんちゃん。なんか外も出してないから、そんなお風呂にも入れてないし。今日から会社だ、やだ頑張って。今日曇りらしいね。天気予報で見たよ。確かに豆さんあんまり来ない。そう、豆はほんまになんかもう近くにおるだけでもレアかもしれん。じゃあ近くにはおるわけど触らせてくれへんし。豆、あなたごま
ごまちゃんはバリ懐くねん、懐いてるねん。もうこっちスリスリしてくれねんけど、豆はほんまに触らせてくれへんし、近づいてもくれへん。なんかちょっと一定の距離を保ってなんかそこにいるみたいな。夏休み中いいな。そう、夏休みなんですよ。ロースのアクティビティたくさんの方に出しいねですね。でももう結構コメント見たんですけど、来てくださってて、来週は雨やさ、来週はリサヒさんっていう並びがなんかエモいですね。ね、雨もうまい、すごーって思った。僕は今日までお休み。おお、いいね、みんなで一日。雨すごすぎ、すごくて朝4時4時過ぎ停電してた。もう朝4時停電しても絶対気づかへん。フォル入らなんて好み。いやね、猫だから。そう、まあ外に行って、外に結構行ってる猫とかやったら入った方がいいけど、家で一生ゆっくり過ごしてる猫やから、猫だから。人間じゃないからね。昨日レンゲがめっちゃやらかしてました。もろレンゲな、なにレンゲな、何したん。最近セミがいなくて静か。確かに最近さ、暑すぎるんか、ただ単に寿命が来ていなくなってるんか分からへんけどさ、もうめっちゃセミの、なんかもうセミが倍床って何、地面に落ちてるのを方が見る。アメちゃんはね、近づくと警戒どころかすぐ逃げちゃう。なんかね、ビビりなんか知らへんけど。もうでもちょっとの音でも結構ビクってなってる。今日カートでロース作り、もうね今日ぐらいから作りまくっとく。ルームスダンス動画の豆のずっこけところ、豆がずっこけところ、なんや、また見とこう。じゃあ朝から冬の世話に入ろう。朝はあんま入らん、基本の。え、それってそれ夜も入って朝も入るってこと？もう夜で済ましちゃう。朝はね、寝てるから。風呂キャン、そう、うん、もうお風呂キャンセルやけど、
まあ風呂が必要ない界隈でもある、うちらの猫は。うちの猫ちゃんたちは。あや、仕事行ってきます。いってらっしゃい、頑張ってください。ひらかの映画入場特典第2弾になって、あ、なってたね、見たわ。なんかちゃんと何人になったか見てないけど、ホテソコドというやつが、みちゃんの全力パフォーマンスがめっちゃかっこよかったよ、ありがとうございます。やった、くしゃみするとととビビりそうめ。確かにくしゃみとかでも結構専門家も、確かに、え、確かに今年さ全然顔に噛まれてない、熱すぎるあまりいないのかもう。セミの地面は地上に出て2週間からな。地下で過ごしすぎてる。どうともや泣かせてくるの、前奏で絶妙なタイミングで豆がずっかけてる。マジか、ちゃんと見てなかったな、周りの猫。猫が映ってるのはね結構知ってたんですよ。なんか踊ってる間に、あ、おるなって思いながら踊ってたから。いないよね普通に。顔は夕方にだから。嘘、夕方も全然おらへん。カニ噛まれました、あ、噛まれた人いた。あと大型刺されやすい、え、そうね、大型刺されやすいのにマジで今年全然刺されてない。てかいるの見かけてないねんけど、もう今年川自体。夕方に庭の水まきの時あれやる、なんか豪華なこと言ってる。確かに夕方な、あ、夕方な。あ、少ないよな、なんか、え、ほんまにいる。顔は35度以上で活動休めて木陰に休む傾向に、うんうん、まだ暑いのは弱いっていうのは聞いたことある。顔もジーもお化けも夏場で出てこない、全然出てこないよ。どうした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 。うわ、吐いたな。待って、豆上に吐かれた、大丈夫。ちょっと待って、ご飯は心配で近寄ってる。大丈夫かあんた。学校で血液がどうか変わった、もしかして、え、何もしてないのに。あ、もう395日公園散歩したらめっちゃかまる、あ、それはかまる人。その通勤の時はそう、あみがあれやな、多分もうなんか朝、あー、でもそっか、そうやな、雨降ってきた、あらら、大丈夫そう、うん、まあ、結構猫ちゃん吐くからね。うんな、
どうしたらいいの猫、自分のこと舐めるやんか猫って。だからさ結構毛玉でねやりなりやすいもんね。そうね、でももうなんかもうどうしようもできひんからさ、ハミたちは戻したのものをきれいに片付けるだけ。サギもそう、あ、サギもそうなんや。キレなしはさすがにかわいそうすぎる。撫でれないじゃん。ね、収まったかい？百位してますわこの子。熱中症警戒アラート出た。あら、そんな、もう京都って暑いよね。父ちゃんご飯をかまないで食べちゃうから、確かにそれもありそう。何しよう。自分で暴れて自分でこけてんねんけど、豆がかわいい。そろそろ読んで終わりますかね。よいしょ。読んでみます。13位ひろぽんさん、ありがとうございます。12位アップロさん、ありがとうございます。11位せいきさん、ありがとうございます。10位とつにんやさん、ありがとうございます。9位、キャリオさん、ありがとうございます。8位でこまちびろさん、ありがとうございます。7位ジョーさん、ありがとうございます。6位まつくんさん、ありがとうございます。5位よしさん、ありがとうございます。4位はまちゃんもさん、ありがとうございます。3位ひーたろさん、ありがとうございます。2位たかもさん、ありがとうございます。7位はそして1位はみよっちよしの力持ちさんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。9ですな、今日は。クマさん、ラッコかこれ。かわいい。何した？もう。マジですぐ何でも落とすのやめてくれ。ありがとうございます。今日の1位はみおちゅうしの時間もちさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では、明日も同じくね7時からなのでよろしくお願いします。はい、ではありがとうございました。
また明日もよろしくお願いします。バイバーイ。お仕事頑張ってね皆さん。